杯。この国を訪れる旅人は皆ここの酒を気に入る。お前も例外ではないようだな。よかった。ここは総じて飲み物がうまいんだ。お前が飲むジュースも私が好むミルクも例外じゃない。なあ、ひどい下戸なんだよ私は。一滴でも飲んだら眠ってしまうんだ。だから遠慮してる。それに私はミルクが大好きだから。持論だが、お前ら人をからかうのは良くないぞ。それよりも話を聞かせてくれないか。これまでの旅の話を。ああ。力も理解できないのに、力に訴える盗賊行為はやめた方がいい。痛い目を見るぞ。ありがとうございます、お姉ちゃん。礼はいいさ、お前らが無事でよかった。なるほど。お前たちは。ああ。なるほど、正規の入国者か。歓迎するよ。さて、お尋ねしよう、旅の方。腕が立つのはどちらだ？ちょ、待て！そうだろうな。お前らからは悪意を感じない。しかし、手合わせしていただきたい。私には一つルールがある。衛兵になってからずっと守り続けてきたルールだ。この国を訪れた旅人とは必ず手合わせをするようにしている。ああ、持論だが、旅をする強者は豊かな経験をしていて、様々な島や国の文化についての話を知っている。お前らもそうなんだろう。私はそういった話が大好きでたまらなくてな。打ち合うことで分かることもある。それに私は戦いが好きなんだ。ったく。私のわがままを聞き入れてくれたこと、心より感謝しよう。負けた。久方ぶりだ。お前は。え？ああ、いや、気にしないでくれ。それよりも一杯おごらせてほしい。いいバーを知っているんだ。うん。そんな島があるのか。なるほど。しまうのか。ああ。え、私か。私に言ったのか。そうだな。うん、じゃあ行こうか。うん。なんだその反応は。もしかしてからかったのか。ひどいな。いや、一時的に休みをもらうだけさ。国を永久的に出るわけでもない。きっと大丈夫だろう。それに前々から旅には出たいと思っていたんだ。持論だが、チャンスは無駄にしない方がいい。そうは思わないか。なるほどな。それで私を旅に連れて行ってくれるのか、ラカム。だからかうなよ。怒るぞ。ミルクはもらうが、とにもかくにも連れて行ってくれるのならありがたい。これからよろしく頼むよ、ラカム。